中村直蔵中村直蔵明治15年8月13日は、奈良県出身の老農、農業指導者。群馬県の船津連治兵、香川県の奈良戦にと並び、明治の三老農の一人として、明治農法の確立に努めた。また、従来の農所とは別に、相撲番付、一枚釣り、小冊子など、農民にわかりやすい形式を活用して、 自らの農法を積極的に広めた。1819年、山和国山米軍長原村の貧農の家に生まれた。彼は、幕末各地で起きた農民一揆を機に、米の増収こそ、問題解決の根本であると考え、1863年以後にね、比較施策による品種改良を修正の仕事とした。その成果は着々と、実り、 1868年、長原村など11家村の高知実測や、農事改良、稲種選抜などの功績で、大和各藩から表彰された。後1872年に地蔵和せを、1877年には76種の有料投資を、明治政府官業祭へ提出、秋田、宮城、石川、大分各県の稲作指導にも当たった。 さらに1881年、第2回内国官僚博覧会には実に740種の稲氏を出品、全国の代表的投資品種改良家とあがれたが、翌1882年8月13日に病死した。1915年、15位を追贈された。田尻左辺、増意書見伝造法番上特使増意年表 P39。ありがとうございます。